序状交響曲作品18は、アレクサンダー・ツェムリンスキーが1922年に作曲した声楽付き交響曲である。1924年に、プラハで初演された、ツェムリンスキーの代表作の一つである。交響曲、競争曲、カンタータ、オペラといったジャンルが総合された作品であり、新旧の様々な音楽語法が援用されている。グスタフ・マーラーの 大地の歌と同じくアジアの詩に曲付けされており、二人の歌手が歌い交わす、定裁を取る。ただし、マーラー作品では、漢詞が使われ、男女もしくは男性同士のどちらでも上演可能であるのに対して、ツムリンスキーの作品は、ラビンド・ラナーとタ・ゴールの英語三文詞、園庭のドイツ語版から総門家のみが選ばれており、男性同士で歌うことはできない。 女女交響曲において男女は恋愛について語らいながらもすれ違いを続けて意思疎通ができずに終わる。このような展開になるように作曲者自身によって詩の配列も変えられている。以下の7つの楽章からなり全曲を通して演奏するのに45分前後を要する。プログラム表記の必要から便宜上、慣習的に 各曲のインチピットが学賞名に使われてきたが、出版府においては、学賞の番号は付されていても、題名までは記されていない。我が心、穏やかならず一日瓶フリードローズ、一日瓶デュアスティックナーハフェアネン人間お母様、若い王子様が、オオムター、デアユンゲプリンツお前は、夕暮れのクモデビストダイアベンダウォーを多く愛しいお方、私に話してください。スプリッチズミアー。 ジェリプター恋人よ。お前の甘い口づけから解き放してくれ。ビーフレミッヒーホンデンバンデンダイナズッサ。リーブ最後の歌を歌い終えたら、おしまいにバレンドデンダズレッツテリートやスラグが良い。我が心よフリード、マイン、ヘルツアルバンベルクはこの作品に触発されて、弦楽四重奏のための叙情組曲を作曲し、ゼムリンスキーの第三楽章を自作に引用している。本作では、マーラーの好んだ。 弦楽器のグリッサンドやシェーンベルクが用いたトロンボーンのグリッサンドが援用されている。ありがとうございます。